え今日も高気圧に覆われまして広い範囲で安定した晴天となりそうですえ。東北南部より南のエリアは気温がかなり上がる予想になっております。えまず天気図をご覧くださいえ。これが午前3時の実況天気図です。え今日もですね、この本州付近しっかりと大きな高気圧に覆われる見込みでして、まあ、広い範囲で安定した晴天となる予想です。まあ、その。 天気変化を見ていきますと九州の南東部については午前を中心に湿った空気の影響を受けます、えー、ところどころで雨が降るものの午後はその範囲が減少していくというふうに見られます一方、えー、でその他のところはおおむね晴れの天気、えー、日中は強い日差しが照りつけるという状況になります。 そしてこれが上空の温度の予想なんですけれども、1 5 0 0ル付近の今日の12時の図を見ますと東北より南側のエリアに9度以上のラインが入ってきね。これが9度線です、まあ、これ晴れれば最高気温245度の目安になるんですけれども、特に東北南部以南より温度の高い領域に広く入る見込みでして、まあ、日差しもあって気温が相当上がるというのが特徴です。 今日の最高気温が出るのまの14時の予想気温を見てみますとこのピンク色25度以上の領域が特に東北南部より南のところで大きく出ておりますところどころこの赤い色30度以上の地点も出てくる見込みでして今日の予想最高気温福島市で30度京都市で29度を予想しておりますその東東京都心ででも28度ぐららいまで上がるなど東北南部から九州 にかけては広い範囲で暑さが出てきます、えー、ま今日の屋外でのレジャーなどは特に熱中症注意いただきたいですし屋内にいらっしゃる場合も水分補給などを心がけていただければと思います最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます